はい、こんにちは。なぜ、分数の割り算をやめた方が良いのか。まずは、速さの問題で説明します。速さの理解度には、大体3つのレベルがあります。それらを、レベル1、2、3として、よくわかっていないけど解ける。よく理解できていて解ける。とします。まず、レベル1は、このような道具を使って、体的に解く、 段階です。距離、速さ、時間。速さかける時間が距離。これ割るこれがこれ。これ割るこれがこれ。という感じです。なぜそうなるかを理解はしていません。レベル2の理解度は、例えばこれ一つだけ覚えて、速さが知りたいときは距離割る時間。時間が知りたいときは距離割る速さ。とするケースです。 レベル1と比べると、この式だけはしっかり理解しているので、やや望ましい状態です。例えば2分の5メートルを7分の3分で進んだとき、速さを知りたいならば、理解度がレベル3の場合は、割り算は必要ありません。7分の3分で2分の5メートル進んだということは、 まずこれを3等分します。7分の1分になります。時間を3等分したので、距離も3等分になるはずです。3等分するということは、3分の1倍と同じです。次に時間を7倍します。1分になります。時間を7倍したので、距離も7倍になるはずです。ここの部分は、3分の7倍と一緒です。分速は、 こうなりました。2段階に分けましたが、これとこれのどちらも3分の7倍すれば、ワンステップでここにたどり着きます。割り算は出てきません。ここから分則を求めるときに、この割り算を考えることは時間の無駄とも言えます。なぜなら結局こうするので、これを経由する意味がほとんどありません。 ある意味これは儀礼的で、ただルールに盲従していて、本当に頭を使っているとは言えず、何が起きているのかを感覚的にはっきりと把握しようという態度とは、姿勢とは距離があります。特に複雑な問題。例えば、5つとか6つの距離とか時間が出てきて、 速さをパッパッパッと計算しないといけない場合、こういう儀式をいちいち経由していると、自分が今どこにいるのか見えなくなります。掛け算でダイレクトに速さ、この場合は分速ですが、を計算する方法をマスターしてください。ロードの問題も、こういう道具を使って教えている塾があります。例えば食塩が2分の5グラムで、 濃度が17%の時に食塩水の重さを求める問題を考えます。レベル1では、とにかくこれ割るこれなので、意味はよくわからないんだけど、この計算をします。レベル3の場合は食塩水は100%に当たると考えて、100%に当たる重さを出します。17%が2分の5ム まずこれを17で割って 1%17 等分したのだからこちらも17等分する2分の5割る17これはかける17分の1次にこれを100倍します同じようにこちらも100倍これが食塩水の重さですワンステップで計算するならばこのようにどちらも17分の100倍します 割り算は使いません。ちなみにこの式の意味は、2分の5グラムを100分の17と見たときの1に当たる量を出しなさいということです。言い換えると、2分の5グラムを17丸と見たときの100丸は何グラムですかということです。2分の5グラムを17で割って10を出して、それを100倍すればここになります。 17分の100をかければ、ワンステップで答えが出せます。この式は今から求めるものの意味を宣言しているだけで、食塩水の重さを求めるには、実際にはこういう操作を行うので、わざわざこのような宣言をすることは、時間の無駄とも言えて、それよりも、これが一体どういう操作なのかを、しっかりイメージすることの方が、 真の理解と呼べるものではないかと思います。